ぎは、うん、なんかそう、うん、なんかしっくりくるっていうか違和感がないんですけど、うん、うん、なんかやりやすいんですけど、うん、こっちできないんですよ。うん、たどってるとこがまずなんか迷ってる感じがする。あ、うん、スタートどこですか？スタートどこだろう。ここら辺はしてました、うん、確かに。どんな刺激になってるイメージ？ここら辺を柔らかくする。え、じゃあこの辺を揉まれてる感じ？それともこう揉まれてる感じ？あ、そう、こっちです。うん、そしたらじゃあちゃんとスタートここから刺激されしてるんだよっていうのを伝えて、どこまで行って、そう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 、スタート大事ね。ちゃんとここを捉えてからスタートする。なんとなくで途中から圧入れるんじゃなくて、まず筋肉の感じを指に感じる、うん、皮膚があって脂肪があって、その人の筋肉だよね、アプローチしたいのは、うん、まずその筋肉感、筋っぽい感じが自分の指に、親指に感じ始めてから移動していく。そう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 。で、筋肉の感じをずっと指に感じていれば、その筋肉をなぞられてる感じが届いてるはずだから。それが遠くなったりするってことは感じれてないわけだよね。うん、で、そうすると今肘がちゃんと動いてるんですよ。わかりました。そうそうそう。で、さっきなんかグリンってされるとちょっと嫌がってたじゃない、はい、うん、今そのこれな、うん、感じだから、そういう時ってちょっとスピードダウンしてゴリっていうのを、そう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 、逃がしたり、うん、最初なんか1回はやっちゃうかもしれないけど、に、うん、繰り返す時に2回目3回目の時はそうそうそう。そこってなんかあるの、押された感じ、グリンってなったとこって気持ちいいとか、なんか痛いとか。うん、なんかグリの時はちょっと痛いまでいかないんですけど、うん、なんかあまりやらないでほしいような感じがします。やらないでほしいかじゃない、ちょっと私が触っていいですか、はい、これだよね、これで嫌な感じ。それは嫌な感じじゃないですね。やられたい感じ、やらなくてもいい感じ。上どっちだろう、待ってくださいね。っていう間にちっちゃくなってるけど、なんかあまり感じなくなりました、ね、うん、さっきはすごい乗り越えてる感じがあったんですけど、結局ね、緊張なのよ、大体筋肉とか筋膜とかが、うん、なのでこう丁寧に乗り越えてあげると、うん、緩んでくれるから、うん、これって、うん、あのコリってやつですよね、うん、これとか、まあ、多分もしかするとその筋膜とか、なんかいろんなもののよれかもしれないよね。よれ、うん、あ、そうなの、そうそうそう、それがなくなっちゃったね、確かに。どこちょっとあるけどね、なんかだいぶ半分ぐらいになったよね。あ、それだ、うん、多分奥をなんか掘り出そうとしたらいると思うんだけど、あんま表面には感じなくなったよね、はい、え、これってうん、よれだったらまっすぐになったってこと。まっすぐ、何を持ってまっすぐか分かんないよね。あ、垂直、何、直線なものってないからさ、人間って、うん、だからちょっとなんか歪みがあったものがとか、よれてるものとかがなんかふわふわって、なんかね、あんま糸を入れない方がいい、はい、そういうのが得意でね、うん、なんとなく触ってあげて、なんか勝手にいい方に行くから。あ、そうなんですね、うん、そうそう、触ってたら、うん、でそれをなんかこっちが柔らかくなれって変に糸を入れると、はい、おかしくなるのよ。ここがなんかいい感じになったらいいなとか、もうちょっとなんかちょっと縮こまってる感じだから、なんかもう少し緩んだらいいのになとか、なんかそんなぐらいのイメージ、うん、の方が結果がいい。だって嫌じゃない、無理くりなんかあなたはこうですからこっちに来なさいとか言われたらちょっと抵抗するでしょ、うん、でも、あ、自由にしていいですよって言われたら、うん、ちょっとこうほどける感じになるような、なんかそんなイメージかな、うん、そのためにやっぱこうギュギュって、なんかこっちが柔らかくする、こねてどうにかするじゃなくて、なんかふわっとなったらいいなとか、なんか緊張が緩んだらいいなとか、そんなイメージの施術、うん、あります。でその時にやっぱちゃんと触られてるところが、受けてる方も分かりやすく触ってあげると、よりその効果が増すので、さっき言ったようにこっからここまで触るっていうのも、ここからここまで触ろうとしてくれてるんだなっていうのが伝わるように触る、
っていうのと、あとはセラピストがやろうとしていることと受け取っているものがイコールになると、その効果が何倍もになるから、最後まで動画を見てくださってありがとうございます。この動画はセラピストさんが集まって技術の見直しをしている講座のワンシーンです。もっと技術を磨きたい、もっとお客様に喜んでもらいたい、そんなセラピストさんのお役に立ったら嬉しいです。この動画を見てヤモミに興味を持ってくださった方は、無料のメール講座も配信していますので、よかったらそちらでも学んでみてください。セラピストさん、技術をお互いに磨いていきましょう。